乾杯をもっと美味しく札幌。札幌ビールの原点は1870年代北海道の開拓から始まる。北海道で産業を起こす、その一つがビール作りであった。その時同時にホップ作りも始まった。そもそも日本で初めて野生ホップが発見されたのは北海道岩内町である。札幌にホップ園を設け、自社で作ったホップでビールを作る歴史が始まった。その取り組みは国内外のホップ農家との共同契約栽培という形で今なお続く。ホップはビールの特徴を決める。ホップの違いで香り、苦味、味わいの個性が生まれる。そのホップへの魅力を高め、ホップでビールを選ぶ、そんなビールの楽しみ方を皆に知ってもらいたい。ソラチエース、札幌ビールが品種登録した初めてのホップ、そこにはまさに伝説と呼ぶのにふさわしい物語があった。1984年9月5日、それはソラチエースが生まれた日。ヒノキやレモングラスを思わせる独特の香り、しかしその個性は時代のニーズに合わず商品化されることはなかった。1994年ソラチエースはアメリカに渡る。クラフトビールブームに沸くアメリカでもすぐに目立つ存在になったわけではなかった。しかし一人のアメリカ人によって状況が変わる。2002年、世界的に有名なホップ産地、アメリカワシントン州ヤキマ地方、ホップ農場のマネージャーであるダレン・ガメシュ氏とソラチエースの出会い。その時の彼の言葉、農場の中でその香りを嗅いだ瞬間、今まで感じたものとは全く異なる感覚に驚き、文字通りその場に縛り付けられたかのように一歩も動けなかった。ダレン・ガメシュ氏が持ち込んだアメリカの人気クラフトブリュワリーでは、完成度が一段上がる、深みが出るという評価を得る。日本では日の目を見なかったこのホップは、こうしてアメリカで見出され、今や世界のビール業界の注目の的になった。Mine's all gone. ソラチ1984。35年以上の時を経て、札幌ビールがようやく日本で作り上げた伝説のホップ、ソラチエースを 100% 使ったビール。ソラチ1984の次の目標は国産にこだわること。日本で生産できるソラチエースの量はほんのわずかだ。だから全て日本のソラチエースを使えるわけではない。私たちは世界に誇るこのソラチエースをここ日本で少しずつでも増やしていきたい。やりたいことはたくさんある。夢に向かって小さな一歩を踏み出すのだ。140年以上も前に我々の先達がそうしたように、今ホップへのプライドにかけて。